俳優の阿部健嵐が17日、東京、シアターミラノ座で行われた、ミュージカル、童謡空想世界、ブルーエゴイストゲネプロ前囲み取材に参加。開幕を迎えた喜びを語った。開幕を前に、阿部は、ついに皆さんに見てもらえる時が来たのかと。その一心ですと目を輝かせ、作品の本読みも半年前ぐらいから始まっていたので、かなり長い準備期間をかけて作品を作っていたと考えると、今日が待ち遠しかったですと声を弾ませた。